はい、それでは所沢区交響曲大学版第4楽章5回目の解説を始めていきたいと思います。今日で、一通り、所沢区の交響曲大学版の解説は、最後になります。で、まず今日は、289小節目から、4楽章の289小節目からですね。でまず、もうほとんどこの辺はもうポジションは問題ないと思いますので、そのままずっと、ここは同じほぼ同じポジションが続きます。そしてで、その次ですね、299からの、これもまた、16分布単位の刻みになりますので、しっかりとした、正確なリズムを刻んでいただきたいと思います。そして、305からですね、この、3連符の連続が続くんですけれども、ここをよく、どうしても慌てがちになってしまうんですけれども、で、最初はもうずっと、フォルテ3つで、弾くんですけれども、でだん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 ディミネントしていって、そのピアノからまたさらにディミネントしていくという、非常に難しいですけれども、でこう押さえ方としては、まずこの、アーセンのこのハ、この、位置の指は、常にこのアーセン上に置いておくとか、これが、こうするとやりやすくなると思います。そしてで、だんだん音量を切ってきますけれども、この押さえる力は一定になりますので、ここだけ注意すればあとは問題なく弾けると思います。でその後の A の伸ばしも、またバランスやまたベースの人数によってはまた音量のバランスも変わると思いますので、そこも注意していただきたいと思います。そしてずっと進みまして、もう最後になりますけれども、331からの、この16分の刻みで、ここは、テンポが微妙に変わってきますので、そのテンポの流れに、そう応じた16音符で弾かないといけませんの で、特にここはリズムがずれやすくなりますので、ここは注意していただきたいと思います。で特にその、337からのインテンポ、また、元にテンポが元に戻ったところは、かなり、加速していきますので、そこで、遅れることがないように、注意してほしいと思います。そしてであと最後ですね、340からのここのポジションもまた、2オクターブに、上がりますけれども、ここもそんなに難しくはないと思いますね。ここまで、第一ポジションを取りますね。でその次の、ギスを、ここ、第二第三の中間で、ギスとハを取ります。でその次の、ディス、すいません、ジスですね、ここも 1D と、そして一番上の A を4で取りますね。でそのまた降りていくときは、第二第三の中間ポジションでまとめて、取ると、取りやすくなると思います。そしてこのように、第一ポジションでまた取って戻りられたらと思います。はい、それでは、ドールズダークの交響曲第9番の解説は以上になります。はい、いかがでしたでしょうか。かなり、長期間にわたって、動画をアップしてきましたけれども、まだ、いろいろ、それぞれ第一楽章から第4楽章まで、全ての部分をくまなく解説できたと思います。まだ、番外編の、第4楽章まだ残ってますけれども、動画は以上になります。はい、そして、今、こちらで、過去の、動画の、第1楽章の何小節目から何小節目までを、解説しているというところを、順に、また再度テロップで表示していますので、まだ見逃した方はまた こちらを参考に、また見ていただきたいと思います。はい、それでは、ドールズダーク交響曲第9番の解説をこれで終わります。どうもありがとうございました。